Welcome to Think Tech Hawaii, Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Mr. Yo Dahara, Seitai massage therapist. He's also a DJ in Local Music Joints. Yo explains what Seita is about and how his youth dream to be a musician. S and are integrated in his life. s t a y t 皆さんこんにちはホノルルのダウンタウンから Think Tech、Hawaii、が日本語でお届けしていますこんにちはハワイホストの国じてゆかりです今日の放送はハワイで生体ハワイ、えー、ハワイ生体というクリニックを経営されていらっしゃるところが夜は DJ をしていらっしゃるというユニークな生体師の先生北原洋さんにお話を伺います さんお忙しいところからありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。え、まず最初にですね。整体とはっていうところから、私も含めまして、多分あんまりよく分かってない人が結構いるんじゃないかと思うんですが、私だけかもしれませんけど、そのマッサージとかうん。なんか指圧とかありますよね。それからこう針とかね。えっと。それと整体の違いっていうのはズバリ何なんでしょう？ズバーンズバリ。 というのは、まあ、目指すところはどちらも同じところをまあ目指すというかまあよ,よくするとか楽になって、はいはい、えいただくというところなんですけども体ので体を楽にしていただくということです、ね、そうそうそうまあ体も、はい、まあもちろん心もですけどねだからまあ要するに体の構造的な部分にアプローチをして、うん、<で>構造的な部分構造的っていうのは、はい、まあ例えば筋肉であったり、はい、その関節であったりはい。であったり 筋膜とそういったまあそのストラクチャーの部分ですね、はい。なるほど。にアプローチすることで機能的な特徴を改善するというメソッドですよね、はい。方法。はい、だから性体とこう体を整えるって書いて,あてありまそうですそうです。だからあの英語で説明するときとかはなかなか難しいですけどもなんからジャパニーズボディー ィングメソッドとか Japanese Body とそういう説明をする時が、はい、<laughs> 多いですね。なるほど、はい、じゃあこれはやはり日本でできたユニークなやり方ということなんですかっうそうですね生態というのは、はい、日本で生まれたものですけれどもやっぱり多分その今本当にいろんなやり方というか生態とはこれですっていう一口に言えない部分があって本当にいろんなやり方が。 あるので、その体が良くなるためだったら、まあある意味何でもやりましょうっていうような、何でもやってくる、何でもというかまあその押したり引いたり、あのひねったり叩いたりとか、あのまあもちろんマッサージ的な筋肉を緩めるというのもありますし、何かこう関節を動かして緩めたりとか、まあそういうのも含みますし、なるほど。じゃあ回路っていうのがありますよね。回路プラット。 それって結構骨を押したり引いたりなんかで、ねはい、やりますよね。はい、でそれは骨とかの構造でで,、ね、でもマッサージっていうとこうマッサージー筋肉ですよね。はい、なんかそれがこう混じったみたいな感じで捉えた方がいいんでしょうかうんそうとそうですねその考え方としては混じっていると。思います、ねうんはい、でじゃあうさんの生態っていうのは何かあるんですか僕僕はこういう風捉ら、はいいに、えっと、えてますみたいなの、はい、僕が今そのメインでやっ ているメインでというか、まあ一応筋膜のリリースというような筋膜、筋と膜ってとこなんですか。はい。まあ文字通り筋肉を包んでいる膜なんですけれども。ねはい、筋肉を包んでいる膜。はい。はい。で筋膜もまあいろんな種類があって、はい、で一つはその体全部をこう全身スーツのように覆っている膜があるんですね。はい、皮膚とは違うんですか。皮膚を全部その、はい 細胞でこう取り除くと、はその下にこの全身スーツのような膜が、皆さんあるんですね。皮膚を取り除くと全身膜があるそうです。はい。そう、だその膜のまずその緊張であったり歪みっていうのを見るっていうのが一つあります。それが筋膜ということですか。はい。そうです。はい。だから例えばそのいつも前かがみでこう座っているような姿勢が長時間いらっしゃるような場合はその 全身スーツのような筋膜は前側がこう縮んで後ろが引っ張られてというようなその形になりますよね。それはある意味だから膜の歪み。ああ、なんかこんな感じになっちゃって。そうそうそう。前の方が縮んで外側が伸びてるみたいな感じですかね。はいはい。まずはまあそういった外側の全体の膜のその緊張のバランスを取っていくっていうようなこともやりますし、さらにその奥には個々の筋肉が出て。 はいはい。何本とかはい、いろいろありますよ。解剖わかんないですけど。はい。まあそれぞれの筋肉が鶏肉の皮みたいにこう膜に包まれているんで鶏肉の皮ですか。はいはい。あのイメージしやすいと思うんです。なるほど、しやすいですね。はい。でその膜と膜がその隣り合ってる筋肉同士の膜がこうゆ着してくっついてるような場合っていうのがその硬くなってるような場所ですよね。そういったここの筋肉の筋肉同士の隣り合っている 膜の緊張とかそういったところもその細かく、えー、リリースしていくっていうようなことをやってます。生体でよう、はい、さんはこの「パーフェクト生体クリニック」という「パーフェクト生体っていうのがついてるんですけど、はいはい、これは生体の中の一つのやり方ですパーフェクトにやるんですかどもそれはあの辺のネーミングなんですけども僕の,その先生 片平悦子先生という、はい、あの先生がその「パーフェクト生態」という、はい、あのものを作ったんですけどもそれを僕もその勉強して、はい、今の僕の,そのやり方の,その基本になっているのが、はい、パーフェクト整体の考え方で、ね、でこの「片平先生」とおっしゃる方は ええ日本の方ですよね。あそうです。でもハワイにいらっしゃった方ですか。ハワイに来てそのパーフェクト生態の技術をあの伝えてくれたんですけども今は日本にいらっしゃるんですけども。日本に戻られて。はい。じゃようさんがその先生から習った時はハワイで。ハワイにいらっしゃって。受け継いだみたいな感じですかね。はい。叩き込まれた。わかりました。叩き込まれたそうです。 ここでちょっとどんなことをされているのかを写真を見て、えー、説明していただければいいかなと思います。はい。これは、えー、クライアントさんですね。なんか神妙な顔して、<laughs> <laughs> はい、これは何をどんな手術を、をどんな問題があるかどうやってらっしゃるんですか。これ,これは多分骨盤、うん、の何かバランスとかを見てるん。 骨盤のバランスじゃバラランンススじゃがちょっとこう歪んでるとかそうですやっぱりその歪みというか左右差が、はいはい、あったりとかそういったところが体のそのバランス全体のバランスに影響して不調の原因になっているという場合もありますので、はい、これはその止圧的な感じでこう,こう押したりしてらっしゃるわけですかそうですねまあ本当押したり引いたりと、うん、いうようなはい。 ことして、まあその膜を緩めて、はいえー、緊張を取っていくというような、ね。膜を緩めるそういうことですね。はい。ちょっと今のお写真、はい、こう明治年の文学青年みたいな感じの関係なかったです。失礼いたしました。はい。Next p i c t u はい。あこれはこれはなんかカイロプラクティックですね。これはね多分、えっと、股関節の。あ 動きをはいはい見ているんじゃないですかね。股関節はい股関節ってねやっぱり固まりやすいような場所ですそうですそうですよねやっぱりはい男性の股関節男性のこれはおそらく女性のなるほどはいじゃそれはこうぐるぐる回したりとかそんなことさあそうですそうですまあこれは多分動きを見てはいあのどっちの方向が硬いかなとかそのどのあたりが緊張しているのか っていうのを多分動きを動かしてみながら見ているんだと思います。はい。ダラス。はい、はい。これは肩ですかね。かこれは肩ですね。おそらく肩甲骨のあたりの、はいえー、動きを見て、はいえー、緩めている。 健康骨っていうのはやっぱり先ほどのお話でもありましたけどコンピューターをやれる方で前かがみになったりするとどうしても固まってらっしゃる方っていうのは別に年を取ってなくても若い方でも最近は多いっていうのを聞きますけどそうなんですかやっぱり。そうですねやっぱり長時間ずっと座ってパソコンや携帯なんかの画面を見ているような姿勢が続くとやっぱり若い方でもどんどん固まってきてしまって。 でそれがいろんな不調の原因になっているという場合は多いですなるほど。であのまあどんな体の状態の方が整体に行くと、はいまあ、いろんなレベルといろんな種類があると思うんですけど、はい、問題にも一番こう効果があるっていうふうに考えたらいいんでしょう,うんとやっぱりそのいらっしゃる方で多いのが、うん、その痛みがやっぱりなかなか 長いこと取れない、まあ、慢性的に痛みが取れないというような、はいえー、ケースですよね。はいはい、だから本来はその痛みがあったり、その筋肉が緊張したりしてもその一晩寝れば、はい、その回復してその元通りというか元気になる、はい、ま自然治癒力がきちんとあの働けている状態っていうのが本来の状態ですけれども。はい それがその一晩寝てもその痛みが取れないとかえっていうのがその自然治癒力を超えてその悪くなってしまっている状態ですよね。うんうん、なのでそういった方は何かその根本的にその構造的な何かあの歪みであったりえそういったものが原因となっているという可能性もありますのでじゃあ慢性的な痛みを持っていらっしゃる方。 はい、えー、自分でこう二三日寝てると治ったかなみたいなのじゃなくていつまでも残っているようなそんな方が行ったに行くといいんでしょうかそう,、ね、そういった方にはいはい、ねおすすめあの例えばマッサージとか行くと、はい、気持ちいいんですけど、はい、なんか次の日また同じように痛かったりするっていうかありますよねなんかまだまだ同じだなみたいなはい、はい、そういうのはその整体に行くと治治っていくんですかそうですね治っていくっていうのはあるかもしれません<の>改善されていくるもちろんそのマッサージ で筋肉を緩めることで良、うん、くなる、はい、あの楽になるものなんですけれども、はい、やっぱそれでもあのよくなれないということは、うん、何かしらその体って例えば肩がつらかったとしても、はい、その。 もともとの原因がその肩以外のところから来ている体は全部バランスで成り立っているので全体的なその体のバランスなども見た上で、はいはい、そで本当の原因がどこにあるのかというところを探しながらやっていって、えー、でそのバランスが良くなればその症状っていうのは改善すする、はいえー、可能性がありま痛いところがあってもそれはこう出てる火山の上の方だけで。 父さん上の方だけっていうんですかねだから本当はもっと根本にいろいろな生活のスタイルとか、うん、あの食生活とか、はい、他にもあるんじゃないかっていうところもバランスを見ていくんな感じででしょうかあそうかそって今おっしゃった通りもちろんその体のバランスもありますし、はいはい、食生活であったり精神的なことかもしれないですし、はいはい、そういったことも全部含めてやっぱりその何か表情が出ているという場合もありますので。うんうん あのもちろんその体を見るっていうのもありますし、うんうん、例えばそのいろいろその話をしてすっきりするっていうねいカウンセリングはそうですよね。あはい、だから僕はお話を聞いて、うんえー、お客様が、まあ、やっぱりることですっきりしてっていうそういう場合も、はい。そうす。 この間痛いからちょっと何とかしてくださいっていうふうに来ても実はこういや実はこんなことがあってねとかってこうストレス溜まってるんだよみたいな感じでそれをこうじっくり聞いて差し上げてはい、はい、それも整体のうちの一つであるとと僕は、はい、考えてますどうですか、はい、なるほどはいえっ、ー、とじゃあそのやっぱりそういう方にこうしなんていうんですかねあんまり意識させずにちょっとカウンセリング的なこともされている感じですか、うん、えっ、ー、とまあそそんなに 別にお金を取ってるわけではないでしょうけど、ねはい、カウンセリングについて特別その、ね、ゆかりさんのように、あのいやいや、はい。天でやってるわけじゃないですけども、はい、まあもちろんやっぱりそのストレスというものがその痛みであったり症状の原因となっている場合は、はい。そのストレスの原因がなくなればまあ良くなるわけですから、はい、それが話してスッキリしたことで良くなれるって、うん、いうことがありますよね。はい。じゃ、はい、この続きはですね、ちょっとあのお休みをいただいた後に、えー。 こんにちは, Hawaii, a Japanese series in Hawaii. We are taking a short break, and we'll be right back. Stay tuned. Aloha, I'm Stan Osterman, Stan the Energy Man, every Friday here on Think Tech Hawaii. If you're really interested in finding out what's going on in energy, especially here in Hawaii, but also all the way around the world, and especially if it has to do with hydrogen, look into Stan the Energy Man every Friday, 12 o'clock, Think Tech Hawaii. Be there. Aloha. <laughs> Aloha. My name is Mark Shklov. I am the host of Think Tech Hawaii's Law Across the Sea program. My program airs every other Monday at one o'clock on Think Tech Hawaii. Most of my programs deal with my own life and law experience. Recently, I interviewed Alex Jempel, who I have known for over 30 years. About his voyage across the sea as a lawyer from Tokyo to Hawaii. Those are the type of stories that I like to bring and like to talk about human stories about law and life. Aloha. We are back from break. I am Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Yo Tahara. 生体テラピスト ＆DJ、えー、ライブでお届けしておりますシンクセックハワイの日本語番組こんにちはハワイ。今日はハワイでパ,、えー、パーフェクト生体クリニック、生体ハワイを創設経営されている北原洋さんをあゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。えー、それではですね次の質問です。はい。<laughs> えっとその生体というものを なんでまたハワイでっていうところをぜひお聞きしたいんですが、うん、日本でもねいろいろ今人気があって日本でも十分やられてる方はいらっしゃると思うんですが、はい、なぜここでハワイでやってみよもともと整体とかそのマッサージの道に入ることになったのが、うんうん、本当とにまあ10年ちょっと前ぐらいの、はい、ある日,ある日電,電車に乗ってて、はい、外を見てたら、はい、なんとなく「ああ声を」 やってみようっていうふうに、あの、はい、<laughs> 急に思って、電車に乗っていて、外を見ていたら、はい、急に何か来たということだそうですが、はい、はい。外に整体の看板がなんか出てたのかのかもしれないですね。はい、まあ、なんとなくこう、窓の外を見てて、はい、まあ、そういう考えがじゃそれまでは整体については何もしたことがないし、行ったこともなかった。 何回か行ったことはあったんですけれども患者さんとしてはい特に別に通ったりとかっていうこともなかったんですねはいでもその10年前のある日そこからいろいろ勉強し始めて学校を探したりとかしい、でその勉強し始めて その時はタワーレコードっていう音楽のレコードっていうか CD とか売ってるっはい会社で働いてたんですけどもそこから転職をしてそれでその生体とかマッサージの道に入ったというでそのハワイはどういうふうにつながるんですかそこにそこからえっと上から奥さんとなるユミコさんという人と出会いましてでまあその さん奥さんと一緒にハワイに来ることになったんですね。なんか2人でハワイ行っちゃおうみたいな感じですかウェディングの仕事があってその仕事の関係で奥さんと一緒に僕も来たというところです。ハワイが気に入ってしまってああ気に入ってはいはいああなるほどそれでここでハワイでやってみようと先ほどおっしゃってた先生に会われてそうですそうです で日本でもそういう生態の学校に行ったり、ちょっと実際に接種をされたりしていたわけですねいですで。先ほどちょっと話戻りますけど、タワーレコードの、はいえー、会社員でいらしたあ。そうですねの<す>時は、はい、ということは、音楽とか、そっちの関係ですよね。はい音楽はもうずっと好きで、音楽でどういった音楽が好きですか、自分で演奏されたりするんですか 演奏っていうのはあの、D、DJ というあの、はい、演奏はレコードというかその曲をかける、はいえー、ようなことを今、はい、今それをやってらっしゃるでもともとはじゃあのその例えばギターを弾いてたとかトランペットやってたとかってそういうこともともとはそうですね自分であの、はい、シンセサイザーとかで<ー>その作るような,なそういうことが好きであ<ー>あのやってたんですけれども。はい ただやっぱりその自分で作るのはやっぱり僕はあまり向いてなかったみたいです、うん、で既にもう素晴らしい音楽がいっぱいあるから、はいはい、それをかければいいんじゃないかっていうふうに。じゃあ僕はそれを伝える人になろうという感じですよね。よねこれ以上もういっぱい作んなくてもいいしいっぱいあるから、はい、じゃあ先生サードやっていらっしゃってそう、はいうのやるのが好きだから、はい、DJ を通じてそれをみんなにこう広めようみたいな感じですか そうですねだもともと自分の作った曲で、うん、そのライブっていうかあのこやってたんですけども、はい、やっぱりその、えー、来ている人を、はい、目の前の人を、はい、よろ喜ばせるというか楽しませるには別に自分の作った曲じゃなくても素晴らしい曲がいっぱいあるから <laughs> なるほどそれをかけて喜んでくれるならあそれがいいんじゃないかっていうのが、はいまあ、多分 DJ をはじ始めた。はい 対象だったんじゃないかなと思じゃあ日本では DJ はやってらっしゃらないでこちらに来て始められたんです日本でもやってました日本でもやっていた趣味ではい。まあこっちも趣味ですハワイでも趣味でやってらっしゃるそうなんですがちょっとそのお写真を見せていただきたいと思いますおーかっこいいですねこれはねはい。これは何をしていらっしゃるところこれがまあ DJ のプレイをしているところですねはい。ソールガズムというあのパーティーがはい。

で、はい、もうやってるなるほど、じゃあ DJ をでやってるときは生態やったりしないんですね。<あ>それはちょっと分けて考えてらっしゃるわけですね。なるほど、なるほど、はい、はい。えっ、ー、とじゃあその DJ まあ趣味であるということですが、はい、とお仕事の生態とある一つで10年前にやってみようと思ってやり始めちゃったんですよね。はい、それがその2つというのはどう,いうふうにつながるんですか。うーんと。 あそうですね多分、ま、真逆というかみたいな世界かもしれないですけれども、うんま、でもやっぱり目の前の人を喜ば、うん、喜んでもらうというか、うん、であったり楽しませるであったりっていう、はい、多分根底の部分のマインドは同じなんではないかと僕は思ってます。はいはいで 人を喜ばせるという意味では楽しんでもらうという意味では同じなんじゃないかなっていう感じでやってらっしゃるそう,です、ね、そういう感じですか、はい、そういうい感じです真逆っていうのはやっぱり一つはこう静かなところで、はい、ね筋膜とかを、はい、構造とかをやってらっしゃるわけです <laughs> もう一つはかなりやっぱり賑やかなところでそうですねはい、うん、でそれはその自分の音楽っていうのは好きな音楽っていうジャンルがあるんですかジジャャンンルルそうでですね、まあ、ジャンルは本当いいろろ何でも いいものは好きですけども、はい、まあ DJ で聴けるのは例えばディスコミュージックだったりハウスミュージックという風に呼ばれているようなジャンルになります。なるほど。でご自分でちょっと踊っちゃったりとかそういうこともするんですか。か踊っちゃったり。はい、<laughs> そう、ね、踊る正体詩という感じで、<laughs> はい、あの登場していただきたいと思いますが、<laughs> <る>それではですね、そのまあこういった面白いあの経歴を踏んでいらっしゃって今。 生体師をやられてそれから DJ も趣味でやられているということ今後ですねあのどんな感じで進めていかれたいと思ってらっしゃるんですかうんと、まあ、とにかく今ハワイでも、まあ、どこでもですけどやっぱりその体の不調でというか、うん、あの痛みがなかなか取れなかったりですとか、うんえー、そういうことで困ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるので今はやっぱりハワイの。 えー、そういった困ってる皆さんの役に立ちたいなと思って頑張っております音楽でももちろんそのみんなを楽しんでいただけるのであればやっぱりじゃあハワイにいてこれからもここでしばらくやっていこうと思って。はい 奥様の由美子さんと一緒にっっていらししゃるわけですねはい、かりました、はいえー、も皆さんもし日本他の場所でハワイ以外の場所で聞いていらっしゃる方見ていらっしゃる方はハワイにいらっしゃった時にぜひ北原洋さんの DJ またはお仕事の方の生態の方を、えー、体験していただきたいなと思います。えー、ここでちょっとあのハワイ生態について少し宣伝をしていただいたらいいかなと思うんですがどうでしょうはいえっと 場所はドンキホーテの本当あの隣ぐらいであのこのルリーリンはドンキホーテがあります皆さんはい知らない方のためにはい、はい、でえっと、まあ、こちらのあのフリーペーパーのあの日刊さんの方にもあの広告を出させていただいてますのでまあそちらの方もご覧いただければと思いますしネットでまあハワイ生態クリニックとかであの検索をしていただけると、うん、あの インフォメーションが出てくると思いますのでこ、はい、ちらもチェックしていただければと思いますわかりました例えば動画か何かで生態をしているところが見れるなんていうのはないんですかあ、僕僕のですかはい、はい、動画では僕のはまだ ないので、でこれからちょっとなんかもしそういうの作ったら、そうですね。あの,あの別に患者さんでもいいって、私も実験台になりますけど、<laughs> 患者さんでもいいということでね、あのちょっとここ問題があるっていうところをここでね治ったみたいな動画があるあると、すいかもしれませんね。うん、はい。そうですね。なんか動画が、はい。作ってそこにその DJ の音楽なんかも入っちゃったりして、<laughs> いい感じ。そうですね。ちょっと新しい感じの <laughs> でね、なんかできたらいいですね。え、ね、今日私が学んだことはですね、その 筋膜ということを学ばせていただいたんですけれど、それから体のバランスということですね。はい、で、なんかこうアドバイスありますか？ま生体に行く時間もないっていう人もいるかもしれませんし、うん、もうストレスいっぱいっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はい、そういう方はご自分でできる。何かこう、えー、そのバランスを取る体の体調を整えるみたいなのは、生体師から一言アドバイスみたいなのありますか？えっとうん、やっぱりあの？ 姿勢ですよね。きっと普段の姿勢がその,人の、はい、さんの姿勢を見てください。<laughs> ピッとしてますけど、はい。そ<う>姿勢なので、はい、姿勢がやっぱりその人の形を作っていくので、えー、例えばあの座っている時に足を組まないとか、うん。あ、ごめんなさい、組んでます <laughs> 私は。はい、失礼しました、はい。足を組むのをとりあえずあの頑張って我慢してみるといいのではないでしょうか。はい、なるほど。 足を組んでこれを見ている皆さん組まないようにう。骨盤のバランスという意味でも、ね、はい、足は組まない方がいいい。これは生体師があの告げる大事なアドバイスでした。ありがとうございました。はい、今日は本当にお忙しいところあの大変ためになる話をありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。姿勢ですよ皆さん姿勢足は組んではいけません。はい、はいえー、そろそろお時間が来たようです。本当に今日はありがとうございました。We are Art of Time. ようきた原。Thank you very much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm your host, Yukari Kunisue. See you next time.